どうも高井です。こちらの本、今時の依存とアディクション、プライマリケア救急における関わり方入門って本ですけど、なんかネットワークゲームの依存について触れてとかすごい話しますね。その今のね、大人たちがね、要は最初のね、まあファミコンとかね、ゲームボーイから始まるようなね、そういうゲーム機、ゲームを作ったわけじゃないですか。でインターネットも作った。でインターネットとゲームを交えたことによって、まあネットの中でね、他の人とコミュニケーションというのは楽しくゲームをプレイできる環境が整ったわけじゃないですか。でそういう大人たちが作ったにもかかわらず、子供たち、それをやって子供たちにのめり込んでやっていってしまう。でも子供たちが作ったわけじゃなくて、大人たちがそういう大人たちしてきて有害だって言ってるのを作ったわけですよ。自分たちで有害なものを作ってしまったという認識をまず持ってもらって、ね、でも俺作ってないしって言うかもしれないけど、まずそこはね、飲み込む必要があるんですよ。ちゃんと俺たちがやってしまったんだな、それを認めた上で、ではこ う, うちの子ってなんで飲み込んじゃったんだろうっていうとこをまずね、原因をね考えていく。まず学校という空間で、要はいじめの対象になりやすい人って言ったら、まあ周りよりもほんのちょっとでもね、変わり者であればいじめの対象に遭っちゃったりするわけですよ。でまああとは親との愛情のね、愛着障害、まあ、成績もそうだし、5科目の中で1科目ね飛び抜けていって、ここからちょっとあんまり良くないで、もしかしたらね、なんだよ、科目が1つだっていい科目あるんだけど、中にすごい悪い科目があるみたいな状況だと、徹底的に悪い科目をでバッシングする、そうすることで、ね、よかった科目の成績を持ち始めるってこともあります。だからもうね、それプラス親のね家庭環境、これがねすごい悪いってことは考えられるんですよ。でもコミュニケーション取るっていう場合どころじゃなくって、もはや子供のね精神的なね負担、これはでかくて全く話にならない家庭、まあうちみたいな家庭もそうあったりするわけですけど、だからこそ学校に問題あるのか家庭に問題があるのかというまず考えた上で、まずネットワークゲーム依存の子供に接してみてください。それでは。